で声優をしております。ライブは秋葉原、品川を中心に行っており、生配信を火曜日の20時から行っております。セガサス TV といいまして、毎週火曜日20時からショールームとアベマ TV フレッシュにて生放送しております。検証コーナーや掛け合いコーナーがあるので、皆さん検索して見てみてください。またドラマ CD が12月29日金曜日コミケ1日目に発売します。セラサスメンバー4人が出演しております。詳細はセラサス公式 Twitter にて発表しておりますので、皆さんツイッターも覗いてみてください。またこれがちゃんなおさんラストライブになるようなので、皆さんぜひ見てみてください。それでは個々の説明というか個々の自己紹介は昼間にやっちゃったのですが、今回は皆さんに行ってもらおうと思います。それではセラサスの皆さんです。よろしくお願いします。写真も一緒にね。
歩を記念に撮っていただければと思います。お願いします。さっきそこのせんべい汁をね飲んでたんで、美味しかったね。美味しかった。ほっこりした。寒いからね、みんなあったかいもの食べながら楽しんでいただければと思います。はい、はいはい、どんな感じですか。あと1分、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 じゃあしゃべろっか。はい。そうだね。あれだともう30分。なんだと？なんだと？なんだと？もうちょっとじゃん。ちょっと時差。ちょっとだけ時差ある。あ、そう、あのね、あそこのブースでもう終わってるのかな？まだやってるよ。未来の手紙と、あと何でしたっけ？ドリーミングシート。ドリーミングシート。あとキャンドルのね、こうイラストをね、透明のやつを描いて、こう。キャンドルね、かぶせるとすごい、わあ、かわいい感じのキャンドルができますので、あちらでやってますので、ぜひぜひね、すごい今日の記念と思うので、ぜひそうやっていかれてください。そう、持ち帰ってもいいんだよね。持ち帰ってもできますので、はい、はい、あと未来の手紙はですね、来年の今頃に今日撮ったお写真とメッセージが届くっていう、はい、自分に届けられる手紙なので、ぜひ、はい、思い出作りにぜひどうぞ。